旅のツールというか紙芝居があればみんなを楽しませられるかなっていう感じがして、外国でスケッチしてると子供がすごい集まってくるので、日本語でも紙芝居だったら、まあ、絵で伝わることがあるので紙芝居ってすごくいいなって思っていて、それでひじりさんと。本業が私が役者をやっていて、朝さんは画家なので絵を描く人と声を出す人っていう形で紙芝居がいいんじゃないかっていうことで始まったんですけれども、普通のお絵描きと違うのは物語があって絵を描いてもらうっていう、それが一番の特徴かなと思います。子どもたちの描いてる姿を見ると迷いがなくて、明確に自分がこれを描きたいっていうのが本当にしっかりあって、それを描くために色を選んだりとか、それを描くためにこの太い筆が欲しいとか、そういう子たちと触れると私自身もまたこう固定概念を外すきっかけになるっていうのがすごい嬉しいです。子どもが自発的に物語を自分の絵に合わせて読み始めたり、そこから自由に広がっていく物語にいつもなんかあって驚かされます。埋め立て地ですよね。だから人間の仕事で成り立っている街っていうのがあると思うので、それと今日やった手作りで紙芝居をするとか、少しアートのエッセンスが入ってたりとか、生っぽい体験とかを街づくりに生かして一歩芽吹いていって、街づくりのきっかけになるといいんじゃないかなと。なんか日常的に例えば本を読んで歴史のこととかを勉強してもあんまり頭に入ってこないことが、アートだったり演劇を通して体にスッと入ってくる瞬間っていうのがあるので、なんかそういう場所になって豊かな土地になっていったら素敵だろうなって思います。